衣類通販大手 ZOZO の創業者で、株式会社株&ピース代表取締役社長の前澤友作氏、48、が29日、三重県鈴鹿市の鈴鹿サーキットで行われた、フェラーリレーシングデイズ、フェラーリレーシングデイズ、2024、内で開催された、フェラーリチャレンジトロフェオピレリジャパン、フェラーリチャレンジジャパン、第6戦シェルアマクラスで、初日、レース1、2クラス優勝を成し遂げた。写真、優勝トロフィーを手に笑顔の前澤友作氏。9日に宮城県村田町のスポーツランドス号で行われた第5戦、フェラーリチャレンジジャパンス号、レース2決勝で追突事故を起こしていたが、そのアクシデントを乗り越えての復活優勝となった。前澤氏は両手でトロフィーを頭上に掲げると、満面の笑みを浮かべた。左右から祝福のシャンパンをかけられる一幕もあった。フェラーリチャレンジジャパンは、参戦するドライバーの経験とレベルに合わせて、トロフェオピレリとシェル、そして、それぞれがエキスパートとアマチュアの計4クラスにクラス分けされ、出走には国内 A 級ライセンスが必要になる。前澤氏は、5月12日に富士スピードウェイで開催された、フェラーリチャレンジジャパン富士に初参戦し、いきなり優勝した。その際、出場したクラスも、シェルアマクラスだった。